はい、それじゃあ行きましょうか。28日の朝からですね。さてさて、まだまだ目的というか、誰をパートナーにしようかとか、そういうことは全然考えてないので、ね、まあ、とりあえずいろんな人に会うということを目的にやっていこうか。ね、山崎以外全員好感度高いね。まあ、ケンスは普通か。うん、まあいいや。片っ端から当たっていこうか。ダイモンにまだ会ってないよね。いるのかな、シンゴ。へぇ、お、ここですか。あのダイモン五郎さんが講師を務める大学って。 あのダイモン、ダイモンは知ってんだな。イオリを知らないけど、やっぱ日本チームは知ってると。おいでいた。今日じゃないか。ダイモンが普通に喋ってて違和感あんな。技名言ったりとかしないからね。久しぶりだな、暇そうだな、恋人はできたが。暇そうではないですよ、どう見ても、これ。恋人っていうか、まあ、後に子持ちになるから。聞いてみる？恋人はできたか。1年ぶりか。おー。私を訪ねてきたということは、今年も。ちょっと眉を潜めたけど、感電スルーだな、やっぱり。キングオブファイターズが開催されるらしい。それで仲間を探しているんだ、うん、わしを訪ねてくれたのは嬉しい。うん、ダイモン、お前はもう流浪の柔道家じゃないんだな。流浪の柔道家だったのか。この大学で日本柔道の立て直しのため、ああ、才能のある若者の指導という重要な使命を。なるほどね。そうだな。まあ、俺はなんとかなる。邪魔したな。ま、カタカナ。今日、わしの大会出場は無理として、何か役に立てることがあるかもしれない。無理として。無理としてですか。また寄ってくれ。ああ、また寄ってくれ。はい。役に立てることなんかだ、あるなんか、ダイモン。ちか、97はダイモンいるよね。さあ、こっからなんか、天気が訪れて、大会出場を決めるという流れになるんかね。まだ人と出会ってないところへ行ってみようかね。広場会ってないよな、誰も。誰もいないみたいだな。広場っていうか公園だよな。こっちの方が公園っぽいよな。こっちが非公園だけど。うん。誰もいないみたいだな。基本公園には人はいないと。はぁ、あ。これ出てくる場所やっぱね、こう大学の大門とかそういう固定以外はランダムなんじゃねえかなっていう気がするんだけど。そんなことはないのかな。草薙道場は親父と母ちゃんしかいないでしょ、多分。峠も、なんか、親父に呼び止められただけだったよね。うん。これはなんかある。お、走ってる。ぷっぷー。あ、今日か、これは。一応ヘルメットしてる。カグラ。ん？あー、はい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 。奇遇ですね。地図はそうだな。趣味が、なんか、なんだっけ。モトクロスとかだっけ。確かそんなプロフィールだったような記憶がある。こういう格好初めて見たけどね。うん。なんだ、こっからレースゲームか。気分転換。ああ。ねえ、まあ、あんなイオリに付きまとわれて、大変そうですから、一緒に走らないか。受けて立ちましょう。あぶねえよ、ちょっと。どうなんの。絵は見せてくれないのか、そこは。同じ絵か。終わった。音楽は聴いちゃったけど、あ、やっぱりか。勝敗は教えてくれない。やるな。もう一回行くと、どうなる？続き。その勝負の続きは。
キーン。これいらないんですけど。峠でいいよりって、やっぱ千鶴をストーキングしてるんじゃねえのか。奇遇だな、奇遇だなじゃねえよ。はいはい。そのままバイクで引いちまえ。これはちょっとやばいかもしれん。あ、ね、とりあえず、かわした。一発食らったら終わる。闇払い、かわした。相手へ、ゲージ溜めしろ、ゲージ溜め。頼む。闇払い、やばい。死ぬかもしれん。どうした？おぉ、残った。残ってくれた。はぁ。お、よ。おーし。あぶねー。まだまだ無敗記録は継続中ですね。あぶねー、あぶねー。イオリに負けるとこだった。ふぅ。なんとこ何勝、9勝、8勝か9勝ぐらいしてるよな。まだ無敗だよね。いやいやいや、もうこのまま。最多勝を狙えんじゃねえの？沢村賞を狙えんじゃねえの？で、夜はお決まりのセリフかな？手加減しなくていいんだ。このセリフ全く変わんねえよな、毎回毎回。うい。やっぱり同じところ続けていくのはやめよう。では、ナンパ通りベニマル以外の人はいるのか？ここでダイモンがナンパしてたら面白いんだけど。やっぱベニマルがいる。ロックコンサートのチケットが一枚余ってんだけど。ナンパしてますよ。そのようです。まだやってるのか、ベニマル。おいおいおい。いい雰囲気ですらないと思う。本気で怒ってる。逃げましょう。そうだな。戦うのかと思った。逃げましょう。ベニマルと全く会話にならねえぞ。どうすんだ、これ。これ入ってる、ベニマル、ここに。入ってんだよね、一応。好感度高い、あ、ダイモン入った。なんか、キモいんですけど。ちょっと細くないか。ああ。地雷神、切り株、天地返し、地獄、極楽、嵐の山。そっか、嵐の山ができたんだよな。うん。投げキャラも見てみたいね。病院。ちょっと先日はイオリがご迷惑をおかけしたんで、菓子折りの一つでも持って、謝りに誰もいないんで、誰もいないか。なんだ、ここは廃病院なのか。路地裏。誰もいない率高くないか、ちょっと。今日がハブられてんじゃねえか、実は。もう、こうなったら東京まで誰か探しに、人に会いに行くぞ。信号も来る？草薙さん！あ、あれ？まだ駅で、あ、発見。あ。お。京さん、どこ行くんですか？アテナとユキが一緒に。どこだっていいだろう。そう、あれだよ、舞のお茶会だよ。東京です。草薙さんのいとこに会いに。いやいや、知らぬ屋敷に。慎吾、余計なこと喋るな。いとこって、今日が以前言ってた兄弟子だった人？すんごく強い人らしいですよ。らしいですよって、前に行った時は慎吾はついてこなかったのか、あれは。まさか。そうか。京さんよりも？大きな声では言えませんけど。だったら慎吾、宗司さんの弟子になれ。ああ。でも武道をやめて東京へ行っちゃったのよね。一度会ってみたいな。だったら一緒についていけばいいじゃないですか。そのポーズやめろ。
おい、遊びじゃねえんだぞ。なんだ、4人で東京旅行か。京さんたらユキさんのこと全然遊びにも連れてってないんですし、まあ、それに関してはいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。連れて行く、行かない、じゃあ4人で行ってみる。みんな暇だな。仕方ねえな。今日何曜日だっけこれ。土曜とかじゃなかった。さすが京さん、よかったですね、ユキさん。制服で外出してんのか。うん。この頃って土曜まだ学校あったっけ。迷子になるなよ。特に慎吾。特に慎吾。着きました。多分。あらついてなかった。騙された。フェイントかけられた。画面一瞬安定したからもうワープしたのかと思ったよ。で、到着だな。こっからボイスなし。なぜ？ああ、ギョギョギしてくれよ。というか2回目だよ、会うのは。もしかして前会ったことのあれ話なかったことにされてるのか。ああ、いやいや、そんなことはないよな。なぜか。ああ。自分の恋人が兄弟子に勝つ。ああ。あれ負けてたら話変わったのかな。ゲームオーバーってことはないよな。今日が負けるところを見てみたい。いや、さっき危うくイオリにやられそうになったけどな。いい加減しろ、いきなり切れた。うん。強いからだけじゃない。人間として、ああ、男として立派な人。親父よりはるかに。親父並みだめ。うん。町の不良ども相手に。そんな話もユキにしてるんだ。俺もわからなかった。ああ。お、回想シーン入りました。いや、これ、この話、回想シーンの話はさ、まだ総司さんが道場に通ってた頃ですよ。このスーツじゃないですよ。スーツしか絵がないんだろうな、多分ね。うん。本物の格闘家と言える。ああ。そういうことか。わかりません。ったような気がする。そうですか。ああ。暴れ回らなくなったのは、暴れ回ってた頃があったんだろうな。これでですか。お前は黙ってろ。おお、ちょっと絵が変わった。こういう絵も用意されてたんだ。今の一枚絵に意味はあるんでしょうか。連れて行くって選択してなかったらでも見れなかったんだろうな。で、じゃあお茶会へ。掃除さんはスルーの方向で。お茶会本当にやんのかな。誰もいないっすか。不用心だな。庭まで入ってこれたぞ。神社は、いおりが、こう、ご神木に、ご寸釘を打ちつけて。はい。手は空いていますか？草薙って呼ばれてんだ。今は忙しい暇だ。暇です。4人だけど暇です。
手伝うぜ。やめておけ。どうなのよ。他になすべきことがあるのでしたね。お茶会でしょう、だから。なんなんだよ。本当だよ。ちょっとそこ教えてくれ。今の選択肢意味あんのか、どっちにしろ何も起こんないんじゃないのか。じゃあ、掃除さん、ちょっとお話を聞かせてくださいよ。あ、いたいた。今日は随分大勢だな。どうした？行きがかり上、こうなっちまった。うん。迷惑かけてすみません。賑やかで結構さ。すみません。突然お邪魔して。うん。君がユキちゃんだね。おじさんから聞いてるよ。今日がいろいろと世話になってるそうだね。親父のやつ、そんなことまで。私の思った通り、可愛い娘さんだ。ユキさん、ソウジさんって優しいですね。キョウさんに似なくて。似なくて。お前は師匠に似てるぜよ。お前はケンスに似てるぜ。いや、それほど。照れるところではない。チンに似てるか、ケンスに似てるか。さあ、じいさんに似てる。あら、それって強いっていう意味ですか？いい返しだね。やるな。ところで今日、私に用があって来たんじゃなかったのか？多分当てたの方が強いけどな。掃除さんが突然武道をやめた、その理由です。4人で押しかけて今それを聞くんだ。もう気づいてるんじゃないか。どういう意味だい？うん、この前届けてくれた封書。ああ。中を見たんだろう。殺意の波動に目覚めていたあの写真ですか。風化してなかったから、つい。つい。構わないさ。別に見られて困るというほどのものでもない。ああ。何だったんだ、あの写真は。一体誰が写って。誰がって。わからなかったか。それじゃあ、もう一度よく見てみよう。本当にわからなかったのか。何これ、まるでホラー映画。ホラー、やっぱ心霊写真っぽいよね。心霊チックな。ソウジさん。そうだろ、どう見ても目が白いだけじゃないですか。道着の襟に刺繍が。ソウジって。どこどこどこ。あ、そういえばこれ、こうこうこうか。メッセージボックス消せるんだな。それは気づいたわ。え、今度からサムネイルこれで撮ろうか。どうでもいいけどね。そうだ、これが私の姿。うん、草薙の血を引く者の姿。草薙の血を引く者の姿。ああ、妻がな。妻がな。修行に励めば励むほど、うん、私の顔は鬼のようになっている。そういうの。鬼？鬼。自分でも気づかないうちに、顔つきばかりか言葉遣い考え方、すべてが邪悪な色を帯びてくるだろう。それじゃあ、まるでオロチの血を引く者の。草薙の剣はあんな邪悪なものじゃない。善と悪など時代によって立場が変わる。コロコロだな。最初は信じなかった。ある時、おじに話すと彼も気づいていたらしい。私の稽古中の姿を隠し撮りした写真を見せてくれた。隠し撮り。親父何してんのそれ。さっき、これが草薙の血を引く者の姿って言いましたけど。そう、おじも若い頃私と同じ苦しみを味わった。最終が。だがあの人はさすがだ。山にこもって人との接触を断ち、数年間で克服してしまった。やるな。だが私の場合はすでに妻が。克服ってでも、おじの真似をするわけにもいかず、武道をやめる以外になす術がなかった。修行を、草薙剣を極めても顔が怖くならないっていう修行ですか。表情を作る修行。そうと分かっていても、時折無性に武道の道へ戻りたくなる。うん。その気持ちを戒めるため、おじさんに頼んでこの写真を届けてもらった。じゃあ、草
草薙さんもそんな風になっちゃうんですか。それはまだわからない。草薙家の人間だからといって必ずしもそうなるとは限らない。俺が鬼に、鬼になる。お前と会って安心したよ。今日はまだ鬼になっていない。そんな設定は初耳だな。なるほどね。ちゅうか、ちょっと疑問に思ったんだけどさ、草薙道場ってあるじゃないですか。この大阪のさ、草薙道場。あそこってさ、まあ当たり前だけど、草薙の血を引いてないと、ダメなんですよ。うん、帰りましょう。一緒に帰るんじゃないのか。え、買い物して帰る。なんだ。はあ、別行動か。さあ、草薙道場、あ、夜になった。新しいグラフィック。はいはい。もちろん、草薙の技は草薙の血を引いてないと使えないから、あの道場は草薙の、まあ、血縁というか、親類しか通ってないはずでしょう。まさか親族から金を取ってるとは思えないからさ、どうやってこの道場は成り立ってるんですか？どっから収入を得てるんでしょうか？というのが一番気になったんだけど、最終が他の仕事してるとは思えないし、ねえ、もしかしたらでも、オロチ討伐っていうね、まあ、ある意味、なんていうかな、自衛隊みたいなことをやってるからさ、地球の平和を守るために戦ってるから、国から金が出てるのかもしれないですけどね。そうすると俺たちの税金で奴らは KOF に出てるというわけだな。知ってる奴さえ誰もいない。全く誰もいないわけじゃなくて、知ってる奴はいないと。はぁ、ちょっと夜中どこまで行動できるのか試してみようか。一回ね、家に帰らずに。夜の学校は